皆さんどうもこんばんは、イルカ急行の時間です。ここは東京駅。今回はここから上ここまでの切符も入れてください。改めましてもう一度、今回はここから上越新幹線に乗って、上越新幹線の終着新潟を目指します。乗車するのは E7 系、しかも今回はグリーン車で行きたいと思います。駅ネットのおかげでグリーン車の方が普通車よりも安く買えちゃったんです。グリーンの表示が輝いております。電車は東京を出発、上野、大宮、越後湯沢、浦佐、長岡、燕三条、終着新潟の順に停まります。今回の動画では終着新潟まではおよそ30分を予定しております。動画内での各駅の到着時刻およびお乗り換えのご案内は概要欄に記載しておりますので、ぜひご覧ください。それでは最終目的地までごゆっくりとご覧ください。途中大宮まではこの前東北新幹線で通りましたよね。しかしあの時ご案内したのは向かって左側の景色、今回は右側の景色をご案内します。私たちの背後では山手線や京浜東北線、上野東京ラインや中央快速線が並んでいることでしょう。首都高の下をくぐるとほどなくして電車はトンネルへと入っていきます。まあトンネルっていうかどうかは微妙なところですが、上野東京ラインの下に潜り込みます。そのトンネルもどきが始まったあたりがちょうど神田駅ですね。ここで車内放送がかかります。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は上越新幹線時号新潟行きです。次は上野に停まります。一瞬地上に出たかと思ったらまた地下に入りました。東北新幹線一緒に乗ってくれた人は覚えているかもしれませんが、新幹線の上野駅は地下にあるんです。前にはやぶさで通った時は確か上野通過したと思うので、新幹線の上野駅に泊まるのは今回が初めて。東京駅を出発してからわずか6分、電車は1つ目の停車駅上野に到着です。もっといっぱい乗ってくると思ったんですが、まあ誰も朝一から新潟行かないか。上野を出発した新幹線は日暮里の辺りで地上へと出てきます。向こうでは常磐快速線が分かれていくのが見えました。次に止まるのは埼玉県に入って大宮、この辺りから高架を上がって新幹線らしくなってまいります。背後ではちょうど西日暮里駅を通過している頃かな。地下を走る千代田線とももうすぐ交差するはずとか言ってたら西日暮里ギリギリ映せませんでした。かなり高いところまで上がってきました。あっちに今一瞬宇都宮線と高崎線が分かれていくのが見えたので、もうすぐ田端を通過する頃です。新幹線がとってもよく見えるホテルメッツ田端が見えてきたら田端駅、もうすぐだと思うんですけどね。あ、見えてきました、あちらの建物です。その横には JR 貨物と書かれた建物、そして今一瞬壁が高くなりましたが、あそこで新田端大橋っていう橋と交差しました。さらには今ここからは見えませんが、向かって右側地上には新幹線の巨大な車両基地、そしてその奥には在来線の超巨大な車両基地が見えるはずです。一方背後では山手線が分かれていって、代わりに湘南新宿ラインが合流してきた頃でしょう。それにしてもここは本当にものすごい規模の車両基地なので、後で Google マップとかで上から見てみてください。あそこに日立が止まってるのが見えますね。
ちょうどあの辺りにさっき分かれていきました宇都宮線と高崎線の奥駅がございます。すごい、なんかブルートレインの客車みたいなのを見つけました。もうかなりボロボロっぽいですけど、まあかつてこの辺りがブルートレインで賑わっていた頃はあんなの当たり前の光景だったんでしょうね。少し進んで京浜東北線の東十条の上を通過中です。この辺りまで来るともうだいぶ東京都の上の方まで来たなっていう感じ。次に通過する赤羽で京浜東北線とはお別れ、今度は埼京線と並んで走ります。赤羽の上を通った後トンネルに入りました。ここから出たら多分埼京線がいるはず。トンネルから出ると埼京線、このまま大宮までずっと並んで走ります。距離が長いので多分何も来ないっていうことはないと思うんですが、どうせだったら同じ方向に並んで走りたいですね。ここで埼京線の北赤羽を通過しました。そしてお隣浮間船道を通過。埼京線ではこの駅が東京都最後の駅となります。もうあと15秒ぐらいしたら荒川っていう川を渡ります。それを渡ると埼玉県です。向こうのあのビルがたくさん並んでいるところは川口のあたり。無事に埼玉県に入りました。埼玉に入って一発目、戸田公園駅を通過。一瞬でしたが、まあ一応並んで走れたので良かったです。埼京線思ってたよりも本数多いんですよね。反対からもまた来ましたよ。だいぶ進んで埼京線の南与野を通過したあたりで大宮到着のアナウンスが流れました。あっという間ですね。埼京線が私たちの下に潜り込んでいきました。結局横通ったのは全部合わせて 5,6 本ぐらいかな。埼京線もまた今度乗りに行きましょうね。お、振り返ってみれば雲の間から朝日がとっても綺麗です。こっちはずっと曇ってますが、新潟はどうでしょうか。大宮から先の区間にはとっても長いトンネルがいっぱいあって、トンネルを抜けるたびに天気がガラッと変わることが多いんです。特に冬場とかは辺り一面急に銀世界っていうこともあるみたいですよ。山形新幹線とすれ違って電車は間もなく大宮に到着です。この動画は上越新幹線の動画です。大宮の次は越後湯沢、群馬県を素通りして新潟県に入っていきます。東北新幹線仙台盛岡新青森方面ご視聴の方は概要欄のリンクより IR90 番の動画をご覧ください。大宮からは結構乗ってくるみたいですね。他の動画も見てみよう。電車は神田駅の横を通過中です。私たちの上には上野東急ラインが通っています。あっという間に建物が増えて電車は間もなく宇都宮を通過します。そして電車は仙台に到着です。うわ、すごい、全然思ってたのと違う。こんな感じなんだ。八都県縦断東北新幹線に乗ってきたの巻。
ぜひご覧ください。大宮を出ると東北新幹線と線路が完全に分かれますが、しばらくの間は並んで走ります。普段東海道新幹線しか使わないような人間からしたら、こんな感じで新幹線で行き先によって線路が分かれるとかいうのは非常に珍しい光景でございます。時間によっては東北新幹線と並んで走ったりするのかな。さて、もう間もなく向かって右側に鉄道博物館が見えてまいります。車輪をイメージした横に並んだ3つの丸に1本の棒が刺さったマークが見えてくると思いますので、ちょっと探してみてください。それでは車内放送をどうぞ。一旦失礼します。本日も上越新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は時も新潟行きです。次は越後湯沢に行きます。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご使用ください。鉄道博物館、見つけられましたか？もうすぐニューシャトルの金馬駅の横を通りますが、あ、今通りました。あとニューシャトル3駅分で東北新幹線とはお別れです。3駅って言ってもニューシャトルは駅と駅の距離がめちゃめちゃ短いので一瞬でございます。こちら吉野原駅です。そしてこちら原市駅、ここを過ぎると反対方面行きの上越新幹線の線路が一旦上に上がっていきます。そしてこちらニュートラムの3駅目、湘南駅。この辺りで東北新幹線とはお別れです。前来た時はこの今一番手前に見えている線路を向こう側に行ったのでした。あの時は晴れてたんですけどね。さっき朝日がどうこう一瞬言いましたが、やっぱりかなり雲行きが怪しいです。そういえば東京から大宮までは制限速度が新快速と同じ時速130キロでしたが、大宮から先は時速275キロに跳ね上がります。どうでしょう、大宮までと比べたらちょっと速くなったような気がするんではないでしょうか。上越新幹線車内販売やってたんですね。てっきり全部なくなったと思ってました。少し進んで電車は鴻巣市を走行中です。鴻巣とか北鴻巣とか高崎線の駅聞いたことあるっていう方もいるんではないでしょうか。そしてこの辺りで行田市に入ったはず。車窓には綺麗に色づいた田んぼが広がります。次に通過するのは熊谷駅。どっかで名前聞いたことあるなって思った人はおそらく天気予報で聞いたのかと思います。熊谷市は日本で一番暑い市とも言われているんです。確か5、6年前に41度言ってましたよね。めちゃめちゃニュースでやってたのでよく覚えています。さっきの田んぼが並ぶ景色とは打って変わって住宅街がたくさん並び始めました。もう間もなく熊谷を通過します。今の時間は8時前。朝早くに品川のホテル出てきて何にも食べてなかったので、こちら東京のニューディーズで買ったサンドイッチを朝ごはんにいただきます。長時間乗車恒例のご飯タイムですね。ハムとチーズ、卵サラダが挟まっております。これね、気をつけてください。1サンドあたりがパン3枚で構成されています。さっき思いっきり卵の中に指突っ込みました。それにしてもパンが全部で9枚、かなりボリューミーじゃないですか。先ほど本庄早稲田を通過して Google マップを見てたら、もうすぐ埼玉県を抜け出して群馬県に入るみたいです。多分この川を渡って、この辺りで入ったかな。
人生初めての群馬県ということはもちろんこのチャンネルでご紹介するのも初めて。これで皆さんにご紹介するのは36都道府県目となります。あそこに見えている山は多分方角的には赤城山かな。まあもしかしたら間違えてるかもしれませんが、赤城山っていう体で進めていきます。ガリガリ君でおなじみの赤城乳業、赤城っていうのはあの赤城山から来ています。赤城乳業といえばおすすめしたい商品があるんですが、皆さんブラックっていうチョコレートのアイスバー知ってますか？安いし美味しいし本当に最高の商品なんですけれども、まだ食べたことないっていう人はコンビニとかにも普通に売ってますので、ぜひ食べてみてください。あとガツンとみかんとかもいいですよね。あの中にみかんが入ってる感じがたまりません。とまあ赤城乳業の話はこれぐらいにしておいて、もうそろそろ高崎通過するんじゃないでしょうか。そして群馬県のターミナル高崎を通過しました。高崎をもって北陸新幹線とはお別れ。向こうはここから長野、富山、金沢方面を目指します。高崎を出てすぐ緩やかな左カーブがあるんですが、ちょっと面白いので向かって左側の窓をご覧ください。もうそろそろかな。そこまで急なカーブっていうわけでもないんですけれども、かなり車体を傾けてますので、向かって左側は地面に近づきます。なんかめちゃめちゃ迫力あると思いませんか？まっすぐになりましたね。あ、北陸新幹線完全に忘れてた。まだちゃんと同じところ走ってますよ。ここで向かって右側、すいません忙しくって。北陸新幹線が上がっていきまして、もうすぐ私たちの上を通って向かって左側へと抜けていくはず。あ、行った行った。ここで超長いトンネルに入りました。こちら全長15キロの春名トンネル。ここのトンネルはそこまで山をくぐってるとかいうわけではありません。普通に私たちの上には家とか田んぼとかが広がってると思います。そしてこの春名トンネルを抜けて少し走ったら、今度は中山トンネル。こちら全長14キロでございます。とまあこんな感じで高崎を出たら一気にトンネルが増えるわけです。まあ退屈ですよね。というわけで車内紹介取ってきます。一旦外に出て次に入るのは上越新幹線で最も長いトンネル、全長およそ22キロの大清水トンネルです。このトンネルをもって群馬県から新潟県に入ります。このトンネル掘るときに湧き水とかでめちゃめちゃ苦労したんですが、その湧き水飲んでみたらとっても美味しかったので、見事製品化されて今ではニューデイズや自販機でも販売されています。フロムワークは谷川連峰の天然水っていうペットボトル見たことないですか？多分ね、絶対関東で電車乗ってる人は1回は見たことあると思うんですけれども、あのお水ここで取れたものなんです。さあこのトンネルを抜けるとほどなくして電車は越後湯沢に到着。言わずと知れたスキー場、温泉地の中心でもございます。ここから一駅だけガーラ湯沢っていうところまで行くやつがあるんですが、冬場しか走っていないので今回見ることはできませんでした。甲高いブレーキの音がトンネルの中に響き渡ります。少しずつ音が下がってきてるのもわかるかと思います。ちょっと聞いてみてください。トンネルを抜けて電車は越後湯沢に到着。当駅から終着まで各駅に停まります。
向こうになんかドア閉めっぱなしで止まってるやつがいました。谷川東京行きって書いてあるので、多分折り返しのやつですね。越後湯沢を出発するとすぐ、ガーライザーに向かう線路が分かれていきます。しばらく私たちの真下を通って、で最後ちょっとだけ右にそれてガーライザー駅に到着っていう感じです。確か2キロぐらいしかなかったはずなので、本当に一瞬でございます。車両はそのまま上越新幹線の車両が担当しますが、正式には在来線の方、 JR 上越線の支線っていうことになっています。さて、まもなくまたまた長いトンネルに入っていきますが、そのトンネルの中で7つのスキー場の下を通ります。ガーライザワスキー場から始まって、石内丸山スキー場、石内花岡スキー場、マウントグランビュースキー場、上越国際スキー場、シャトー塩沢スキー場、六日スノーリゾートの7カ所です。普通こんなスキー場ばっかり密集しないですよね。いかにこの辺りがスキーリゾートかがよくわかるかと思います。このトンネル、確か塩沢トンネルとか言ったかな。長さはおよそ11キロです。長いトンネルを抜けると、そこは雪国ではなく田んぼの中。でも冬場には実際この辺り銀世界ですよ。まあそうなったら多分さっきの越後湯沢のところからもう銀世界だと思いますが、田んぼの中をしばらく進んで電車は間もなく浦佐に到着です。それにしてもまた一段と天気が悪くなりましたね。東京でも相当天気が悪いとか言って文句言ってましたが、なんならあっちの方がマシでした。浦佐を出発して次に泊まるのは長岡。新潟県の中では新潟に続いて2番目に大きな駅です。ちなみに3番目はさっき泊まった越後湯沢ね。長岡といえば長岡祭りを思い浮かべる人が多いかと思います。特に日本三大花火大会の一つ大花火大会は有名ですよね。駅の広告とかテレビのニュース、いろんなところで見かけます。浦佐を出てすぐまた長いトンネルに入ってるわけですが、ここはトンネルが 2,3 個くっついてるんですよ。っていうのも、普通は1個トンネル出たら外に出て、でまた新しく2個目のトンネルに入り直すっていう感じですが、ここでは1個目と2個目の間を丸々シェルターみたいなもので覆ってしまっていて、中を通ってる私たちからすればどのタイミングで次のトンネルに入ったのか全然わかりません。そしてしばらくして外に出てくると、あっという間に長岡に到着です。一瞬うとうとしていましたが、電車は長岡に到着です。確か南海境東からここまで夜行バスが出てたと思いますので、長岡祭り行ってみたいけど新幹線で行くのめんどくさいって思う人はぜひ使ってみてください。
しばらくリクライニングとか読書灯とかで遊んでたら、いつの間にか出発していました。次に泊まるのは最後の途中停車駅、燕三条です。あそこ北陸学園って建物がありますよ。そっか、東京の方から来たっていうこともあって全然実感湧きませんが、新潟って北陸でしたね。どうしても北陸っていうと京都や湖西線を経由していかないとたどり着けないようなイメージがございます。今北陸新幹線にものすごい顔で見られたような気がしましたが、いつかまた北陸新幹線も乗ってみたいですね。さて次の燕三条はその名前の通り燕市と三条市にまたがる駅でも、駅長室があるのが三条市だったからとかで、一応またがってはいますが住所的には三条市でございます。こういう2つの市にまたがってる駅ってやっぱり駅名考えるときに揉めるんですよね。燕を先に持ってくるか三条を先に持ってくるかっていうか、もともとまたがってるのも争った結果なんですけどね。三条市も新幹線欲しいし燕市も新幹線欲しい、あじゃあもう間に置けばいいじゃんっていう感じで間に置いたら、今度は名前の話で、結局名前の方は田中角栄が仲裁に入ってくれて、こっちの新幹線の方は燕を先に持ってきた燕三条、そして駅の前に北陸自動車道のインターチェンジがあるんですが、そこは三条を先に持ってきた三条燕インターにすることで落ち着いたそうです。ちなみに三条燕インターの方は2つにまたがってるとかじゃなくって、完璧に燕市の中に収まっております。遥か遠くの方には越後山脈が見えています。それでは今回の休憩はこの辺で、およそ1分間ナレーションは抜きで雰囲気をお楽しみください。少し走ったらもう到着のアナウンスが流れました。越後湯沢から先は全ての駅に停まっていってるっていうのもあって、一駅あたり10分ぐらいなんですよ。出発して放送聞いて、でちょっと外の景色見て、そしたらもう到着放送です。でも全ての便がこんな感じで越後湯沢から各駅に停まっていくっていうわけではなくって、確かねめちゃめちゃ早い時があったんですよ。時312号だったかな。大宮を出たら越後湯沢にすら止まらずにそのまま新潟まで連れて行かれちゃうんです。もしそれに乗ってて大宮で降り損ねたら新潟まで強制送還、一生自慢できますよ。さーて、そんなことを言ってるうちに一気に減速しまして、電車は間もなく最後の途中停車駅燕三条に到着です。
ほんの一瞬停車してまたすぐに発車。次に停まるのは終着新潟です。結局最後まで天気が良くなることはありませんでしたね。例によって例のごとく駅の周りには建物がいっぱいありますが、駅からちょっと走ったらこんな感じの田んぼです。向こうの方にちょっとだけ家が並んでるの分かりますか？あそこにね、川が流れてるんです。地図かなんかで上から見てみたら、だだっ広い田んぼの中に川が一本流れていて、その川の周りにだけ家が密集してるんです。なんかゲームとかでよくある作りかけの街みたいじゃないですか。しばらく走るとこっちの方にまで建物が増えてきました。もうすぐ駅が近いっていうことですね。ところどころこんな感じでちょっと壁が高くなってるところが出てきましたが、おそらく騒音対策ですかね。柵の高いところを走行中は全く景色が見えません。さっきみたいな形状の柵だったらまだうっすらとは見えたんですが、こうなったらもう絶対何にも見えませんね。あそこにはなんか貝殻のようなものが見えています。あちら新潟県スポーツ公園のサッカースタジアム、その横には野球場もございます。長らくのご視聴お疲れ様でした。そしてありがとうございました。電車は間もなく終着新潟に到着です。この先白新線豊坂柴田方面ご視聴の方、柴田から羽越線に入ります。特急稲穂号秋田行き IR137 番の動画をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。終着新潟に到着。この先も最終目的地までお気をつけていってらっしゃい。うわ、この絵めちゃめちゃかっこいい。以上、上越新幹線の動画でした。最後までのご視聴ありがとうございました。今回の動画いかがでしたか？最後に今回の動画とそれに関連する交通費使用時間を書いておきます。東京から新潟まで特急自由席で12,330円、使用時間は約2時間です。指定席では17,660円、グリーン席では14,420円となります。秋田から新潟まで羽越線白新線特急稲穂号自由席で6,820円、所要時間は約3時間40分です。指定席では7,350円になります。長岡から新潟まで信越線で1,170円、所要時間は約1時間10分です。そして吉田から新潟までは越後線で680円、使用時間は約50分となっております。
右手出して最初はグー、じゃんけんチョキ、グーの勝ち。この動画が面白かったと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さん良いはいい、またお会いしましょう。多分ね。それではアディオス。